10月の18日です、今日は見学のお客様が3組来られました。でちょっとまあ、まだね小さいのでね体力どうかなと思ってたんですけど、夕方には元気に遊んでます。で、9月の26日の子猫はゆうゆちゃんがお引越ししました。ゆうゆちゃん大きなケージからこんなちっちゃなところに赤ちゃんを集めてます。赤ちゃんがこの奥によいしょ入って寝てます。おもちゃの棒とともにみんな寝てますね。ね。で一匹だけやっぱりあれかな、26日の男の子は疲れてたかな、女の子だけ、26日生まれの女の子だけ今日は、見学がなかったので元気です。未だに動いてますね。泣いてるな。ママ疲れてんねん今日。ゆうゆちゃん疲れてんねん。ゆうゆちゃんずーっと言ってお疲れよ。ほらゆうゆうねえちょっと疲れたな今日な。大丈夫だよね、ももちゃん大丈夫だからね、見とくからね。ゆうちゃん休んどいてね。